はい、伊藤孝恵チャンネルは第2期国民政治塾始まりました、はいはい、<laughs> 今日は新馬幹事長が国民民主党とはというので1時間講義をされます、うん、かはい政策のことを語っ,語って語って語り尽くすとおっしゃっておりましたので楽しみにしております <laughs> <laughs> で今回、第2期はです、ね、このリアル参加と、えー、オンライン参加をずっと併用しますんであので前回は2回目から5回目は全部オンラインにしたんですけどやっぱりこの現場で熱気を伝えたいということでリアルでもやりますのであのちょっと遠くから来られる方もいらっしゃると思いますが、まあ、あの月に1回の状況だと思ってです、ね、あの来ていただいてまた直接、思いに触れていただければと思います。 今日は240名を超える皆さんが参加をされてこの会場には120名近くの皆さんがご参加いただりました本当にありがとうございましたまあ、第1回は先ほど玉木から話がありましたがハードルが高かったということですが今回は若干ハードルを下げましてスタートが私ですなんだ講師玉城じゃねえのかよと思ってません大丈夫です2回目以降ですね超豪華な講師が続々とやってまいりますから 地方自治、安全保障、エネルギー、選挙、憲法、そして経済と、相当ですね、一流の講師が続々でやってまいりますので、ぜひですね、しっかりと勉強していただきたいと思います。先ほど、玉木さんがハードル下げていただいて、今日は政策の話じゃないですとおっしゃいましたが、私が政策やられないのは知ってるんですよ。ただ、私もね、あの、スタグフレーションとか、イールドカードコントロールとか、 玉木さんから教えてもらいましたよ。ブラッケットクリープとか。その前まで私の知ってるカタカナはビールホッピーハイボールでしたから。そういった意味ではね、玉木さんや大塚浩平には本当感謝してる。ただ、私の尊敬する自民党の11の国会議員でもご引退されましたが、元衆議院議長をやった伊吹文明先生がね、こんなこと言ったんです。政治っていうのは、理と情のバランスだと。 この中にも中央議員の皆さんが若干いらっしゃるかもしれませんが、これは国会も地方も関係ありません。政治に携わるものは理と情のバランスなんですね。理屈と人情ですよ。理屈だけで政治やっても絶対に人や法務員や皆様動きません。しかし情に流されてやってるだけでも、これは絶対にダメだ。理屈、つまり政策も絶対に必要になると。 理屈ばっかり言って政策ばっかり言ってる奴は絶対に選挙に勝てないしかし情に流されてるだけではこれは政策が作れない理と情のバランス政策と政局のバランスつまりは玉木と新馬のバランスなんですよこのうまいバランスが取れてるのも国民民主党でございましてこれをですねしっかりこの国民政治塾でいろんな皮膚感覚でもそして政策面も 学んでいただきたいというふうに思います。今でも覚えてる。国民民主党を作る前夜、玉木さんと2人でね、新橋駅 SL 広場で街頭演説やったんです。玉木さんがポロッと、新馬さん、何人来てくれるかな新馬さんと、2人だけってことはないですよねって言うから、違うな、ないよ。あの人もあの人も絶対来ると。 不安いっぱいの中で、玉木さんは SL 広場でマイク持ったんですね。右手にマイク持って、左手をぐーっと握りしめてんだ。このクールで、知的で、いつも冷静な政治家玉木雄一郎が、マイク握りしめて、原骨ぐーっとやってるんです。灰色を立った政治家の健康一定の政治家です。まさに政策と、気合と、 李と上のバランスが兼ね合った、健康一滴の演説でした。で、ふっと見たらね、玉木泣いてるんだよね。この男勝負かけてるなと思った。代表の名、代表が目真っ赤にしてるのに、女房役の幹事長が涙流すわけにはいかんからね。冗談の一つも言おうと思って、玉木、目から汗が出てるぞって言おうとしたら、 間違いで、玉木、目から鼻水が出てるぞって言ってました。にやっと笑った玉木さんの笑顔を今でも忘れていませんが。そう簡単には玉木雄一郎総理大臣にできないかもしれないけど、私は玉木の番犬だから、ずっと主人についてですよ、この政党の仲間を増やしていきたい。そしてここからある同志を全国にですね、私は作っていきたいと思ってる。 だから私たちは、ここにいる皆さんと一緒にね、真剣になって政策と、そして政局含めた、この魂を、玉木雄一郎塾長のもとに、共に学んでいきたい、学んでいただきたいと思うし、私も原点に帰って皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。私のこの党に愛する、この党を愛する気持ちと、玉木代表を敬愛するこの信念は、 富士山より高いし駿河川より深いです笑うとこじゃないんだけどそのことを最後に申し上げまして敬愛なるフリーホッターさんにも敬意を表しながら私の最初の大塾のご挨拶に返させていただきたいと思います今日はありがとうございました今日<ー>は幹事長ありがとうございました代表伝わりましたねですね。私よく言ってるのは チラシ配るときもですね、魂をちぎって渡すつもりで渡せって言ってるんですよ。あらゆることに無駄はないし、逆にあらゆることを無駄にするなと言ってるんですね。で、選挙は政治は情熱です。熱伝導です。熱を伝えてなんぼなので、この IT の時代とか何とか言われてもですね、今、新馬から皆さんに申し上げた通り、熱が伝わったと思います。それをまた誰かに伝えてください。あるいは自分の中でその熱をより 高めてほしいんですね。で、その連鎖の中で日本は変わっていきます。変えることができます。東大会チャンネルです。第一回いかがでしたでしょうか。はい、いや、なかなかね熱のある第一回良かったと思いますね。やっぱり前回とも違って、やっぱ新馬幹事長の話はこうなんかなんか暑苦しいあ、じゃあ熱いね。 いや、本当、あの、すごくこう熱がね、伝わってるから、良かったんじゃないですかね。はい、盛り上げていきたいと思います。ちょっと、その拳が入らなかったです。<laughs> お疲れ様でした、はいはい。お疲れ様でした。今日ね、あの、第二期、えー、国民政治部の第一回でしたけれども。非常に、新馬幹事長のね、あの、あ<っ>大丈夫です。あ <laughs> <laughs> 怪しいおじさんがいると思った代表でした <laughs> 何撮ってんですか赤坂綺麗じゃんなんか。本当ですねなんかこいわゆる近くに言うけど見ないよね,こ,れね <laughs> こんな芝生でいいですね飲むのお疲れ様でしたお疲れ様赤坂に消えていきます <laughs> 家帰るだけなんイルミネーションの綺麗な赤坂を出て、えー、今自宅に帰っております、えー、国民政治塾第二期生の皆さんなんか今回はですね 立候補しますって宣言をされる方が非常に多かったです。嬉しい話です。です。すごく嬉しかったのが、えー、誰かが私立候補しますって宣言すると自然とこう。拍手が湧き上がるんですよ。おーとかって言って、なんかそういうね。こう。自然に拍手が沸き起こる。あの熟成のすでに。 生まれているチームワークというのが頼もしいなというふうに思いましたしこの熟成の中から本当に我々の旗を掲げて選挙に出てくださる人そして議員として働いてくださる方が増えるといいなというふうに思いました今日の伊藤孝チャンネルは第二期国民政治力第一回の講義新馬和也幹事長の熱い熱い講義でありました いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価、グッドボタンお願いします。